今回は自家製ラードの作り方と簡単にできる絶品しっとりチャーハンの作り方を紹介します。ラードは体に悪いと思われている方も多いかもしれませんが、人の体に近い油で消化吸収も良く健康的です。さらに脂肪酸のバランスが良く、加熱しても酸化しにくいため炒め物や揚げ物には最適で、トランス脂肪酸も含まれていません。そんなラードを使った簡単にできるのに絶品のしっとりチャーハンの作り方を紹介します。それでは作っていきましょう。まずは豚の背脂を1キロ用意します。豚の背脂はお肉屋さんで安く買うことができます。スーパーなどでは肉のハナマサで2キロ500円くらいで売っています。この背脂をできるだけ細かくカットしていきます。カットしないで大きいままでも作れますが、油を煮出すのに時間がかかります。ひき肉ぐらいの大きさに近づけるのがいいでしょう。切るのが大変でしたら、お肉屋さんに引いた背脂をくださいとお願いするとやってくれると思います。に全部切ることができたら、深めのフライパンか鍋に背脂を入れます。臭みを抑えるために生姜の皮とネギの青い分を入れます。水を 100cc で火をつけます。あとは中火で 2,30 分油を煮出していくだけです。20分ぐらいすると背脂が溶けて液体の油になってきます。このくらいになったらネギと生姜を取り出します。結構油が跳ねますのでご注意してください。背脂の中の水分が抜けて油が跳ねなくなるまでもう少し煮ていきます。パチパチと跳ねる音がなくなり、背脂がこんがりした色になってきたら完成です。油を起こします。ものすごい熱いので火傷しないように注意しましょう。背脂の揚げかすと液体のラードに分けます。揚げかすはこのようにカリカリになっています。揚げかすは塩を振ってつまみやサラダ、ラーメン、チャーハンのトッピングに使うことができます。ですが油臭く、それほど美味しくはありません。これでラードの完成です。そのまま粗熱が取れるまで冷まします。冷めたら瓶などに入れて保存します。次はラードを使ってしっとりチャーハンを作ります。材料は卵1個、ご飯 270g、 チャーシュー 50g、 ニンニク生姜各小さじ 1/2、 青ネギ大さじ1です。合わせ調味料を作ります。スープカップにチャーシューとニンニク生姜を入れます。ラードを大さじ1入れます。醤油を大さじ2入れます。
日本酒を大さじ1入れます。オリゴ糖または砂糖を大さじ1入れます。電子レンジで600ワットで1分加熱します。これで合わせ調味料の完成です。温めてしっかり油慣らした鍋にラードを小さじ1で溶かします。完全に溶けたら卵を流し込み、すぐにご飯も入れます。卵と合わせるようにご飯をほぐします。下味として塩を少量入れます。鍋を煽りながら炒め、しっかりとご飯をほぐしていきます。お玉の底を使い、塊があるところを広げるようにして炒めます。このくらいご飯がほぐれて、ご飯の色、全体が薄い黄色になったのを確認し、合わせダレを入れます。タレを入れたら水分を飛ばすように手早く炒めてご飯と合わせていきます。彩りの青ネギを入れます。これで一人チャーハンの完成です。お玉にチャーハンをすくい、皿に盛り付けます。このようにラードでコーティングされ、輝いた見た目が食欲をそそります。パラパラチャーハンとは違い、油、味、水分、甘みが濃く、一食で満足する味わいになっています。次は家庭でもできるフライパンで作る簡単バージョンを紹介します。フライパンに火をつけ、温まるまで少し待ちます。火力は中火にしておきます。ラードを小さじ1入れます。フライパン全体にラードをなじませるようにして溶かしていきます。完全に液体になったら卵を流し入れます。すぐにご飯も入れます。ヘラなどでご飯を潰すようにして炒めます。下味として塩を少量入れます。塩を少量入れることでご飯の甘みや旨味を引き出してくれます。ご飯のダマになっているところを丁寧に潰して広げていきます。火力は中火のまま炒めていきます。
このぐらいご飯がほぐれてきたら合わせたタレを入れます。タレは全体に広げるように上からかけていきます。ここから火力を強火にして余分な水分を飛ばすようにして炒めていきます。彩りの青ネギを入れます。火は強火のまま最後まで炒めます。しっかりとタレがご飯に馴染んだら完成です。皿に盛り付けます。これでフライパンで作るしっとりチャーハンの完成です。このように作れば家庭でも簡単に美味しいしっとりチャーハンが作ることができますよ。今回は自家製ラードとしっとりチャーハンの作り方を紹介しました。ポイントは合わせダレでラードの油と旨味が調味料と絡まりチャーシューに浸透して肉の旨味を引き出し、薬味が味を引き立てます。もちろんチャーシューもラードも市販のものでも美味しくできます。これをそのままご飯にかけるだけでも美味しいですし、チャーシュー丼にしてもいいですね。ラードの栄養効果と作り方、しっとりチャーハンの詳しいレシピはブログに書いていますので見てみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。